美人ボートレーサー倉持りりの斡旋が全て消えました。倉持選手は7月開催のボートレース甲子園に出場、その後はレースに出場せず斡旋を徐々に削除していました。8月29日現在、倉持選手の斡旋は全て消えています。一体倉持選手の身に何が起きているのか。協定フリーダムでは現在、協定で稼いでる方法を公開中。協定が好きな人も、協定を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は、動画の概要欄をチェックしてね。